好き。ごめんなさい。ああ、他に好きな人いた？ゆりちゃん、教室空いたって。ごめんね、手伝ってもらっちゃって。おいかは先帰ったんだよ。もうほんと信じらんない。大丈夫だよ、これで終わりだから。うん。ごめん、なんかついてた？いや、文化祭楽しみだね。ねえ、超楽しみ。ああ、これで実行委員も終わっちゃうな。寂しいね。泉、俺のこと見ただけでため息ってある？ナルミのクラスのユーリちゃんって子にチューされた。だから逃げてきた。最低。今日の1時間目なんだっけ？おはよう。おはよう。藤沢。おはよう。
ちゃん、あれは忘れて。っていうのは無理かもしれないけど、本当何もなかったと思って。勝手だね。ごめん。勝手だよね。ごめんね。ちょうどいいとこに来た。これクラスに持ってってくんない？いや、俺明らかに教室と逆方向じゃん。泉上がってきたんだからそのまま持っていけよ。え、なんでいいじゃん。文化祭のだろ。今なら藤沢もいるって。持っていくわ。泉、俺藤沢に告った。振られたけど。でも相手が泉だと張り合えないわけ。好きって何言ってんのって感じ。急だったのもあるけど、ゆっくり考えたところで理解はできない。でもしたいじゃん。その人を好きになるんだなって。男とか女とかじゃなくて、その人だから好きなんだなって思った。ゆりちゃん、ごめんね。なんか袋ない？え、これ入ってたバッグにスポドリこぼしちゃってさ、使えないんだよね今。なんか入れる袋はないかな。私も勝手だった。なんかよく分からなかった。
だから私ゆうりちゃんのこと避けてたの。れなちゃん最低だよね。好きだから。噂になってもれなちゃんは気持ち悪いとか言わなくて、それ本当すごいなって、好きだなって、だから最低だなんて思わない。考えてくれてありがとう。できなくても仕方ないよ。それだけですごい嬉しい。レズビアン18年目だから。さすが。袋あるよ。ちょっと小さいかもしれないけど。ありがとう。じゃあ。